こんばんは。ご視聴ありがとうございます。ただいま群馬県高崎市 JR 東日本高崎車両センター高崎支所にやってきました。こちら高崎支所ということですが、高崎車両センター本体の方は新前橋にあります。新前橋電車区が高崎車両センターに変わりまして、こちらが支所となったわけですね。本日は配給の動画となります。公式な発表ありませんが、おそらく廃車改装となるようです。ちょっと見づらくて申し訳ないんですが、本日の配給の車両となります電気機関車が2両ですね。一番後ろちょっと見づらいんですが、 EF64 の37号機、そして真ん中 EF64 の1052号機となります。今車両の裏側ですが、こちらずっと壁になっています。ちょっとこちらでは撮影ができないので、前の方に行ってみたいと思います。ちょっと大変見づらいんですが、こちら連結されてます車両、左側 EF64 1052号機となります。高崎車両センターの所属となっていますが、こちら廃車改装となるようです。そして先ほどの一番後ろの車両 EF64 37号機となりますが、高崎車両センター所属ですね。こちら2両が引退となるようです。こちらポイントが置いてあります。構内の線路取り替えるようですね。ちょっと暗くて見づらいですよね。すごい申し訳ないです。高崎車両センターちょっと撮影がしづらいので、高崎駅の方に行ってみたいと思います。こちら高崎線のキハ110ですね。先ほどちょっと言い忘れましたが、本日配給を担当します電気機関車、長岡車両センター所属 EF81-141号機となっています。こちらが高崎アリーナとなりまして、この先が高崎駅ですね。高崎車両センターの方、たくさんの撮影されている方が来ていました。高崎駅はどうなってるんでしょうか。高崎駅の方にやってきました。本日は1番線に入線するということなんですが、高崎駅1番線使用がされていません。その関係で人が入ることはできませんが、こちら反対のホームですね、大変多くの方が撮影しています。高崎駅西口、うまく撮影するポイントがありません。ということで、上信電鉄高崎駅連絡通路から撮影をしたいと思います。この奥が上信電鉄高崎駅となりますが、こちら連絡通路ですね。そしてこの柵の奥が1番線になります。こちらが1番線なんですが、人は一切いません。ちょっとこちらの1番ホームに入るかわからないということなので、入場券を買いまして改札の中に行ってみたいと思います。入線出発の時刻になっても配給入ってきません。まあ、JR 側からの正式発表ではないので、これは仕方がないことですね。かなり泥がついてまして汚れています。 S の51編成です。まあ、今回こちら ESTOI 見るの初めてなんですが、中の様子は伺えないようですね。変速車ということですが、結局配給高崎駅何番線に入るかわからないまま、上信電鉄高崎駅連絡通路に戻ってきました。仮に配給が1番線に入った場合、回送列車が止まっていてうまく撮影できないんではないかなと思いまして、上信電鉄高崎駅連絡通路に戻ってきたわけです。正面に見えてます電車、高崎駅到着後回送列車となるわけですが、邪魔して撮影ができないんではないかなと思いましたが、出発をしてきました。未だに何番線に入るかわからない配給。この回送列車が出発していきますと、遠くから汽笛が聞こえました。こちらが EF81-141号機が牽引します配給列車です。後ろには EF64-1052号機、そして一番後ろ EF64-37号機が連結されています。今回高崎車両センターから秋田総合車両センターまで配給ということですが、あくまでも秋田総合車両センターへの入場ということで、廃車改装となるかどうかは定かではありません。公式発表ないわけですね。まあ、個人的な意見ですが、秋田総合車両センターに入場しまして、またこちら高崎車両センターに戻ってきてくれることを期待しています。そしてこの後映像変わりますが、今回別の方に撮影をお願いしてきました。
ホーム上から撮影をしてもらっていますが、大変多くの人がいたということでうまく撮影ができなかったようです。映像の方あんまりうまく撮れていませんがご了承ください。ということで正面に長岡車両センター所属 EF81-141号機見えてきました。秋田総合車両センターに配給する場合、こちらの機関車が使われることが多いようですね。そして武道色の EF64-1052号機、友と寝台特急などを牽引してた機関車となります。そして一番後ろ EF64-37号機となります。こちらの電気機関車は甲府機関区に所属をしていました。愛称名は山男、中央本線で活躍をしてきました歴史のある機関車です。今回の配給列車高崎駅には5分程度の停車だったようです。まあ、かろうじて出発のシーン遠くから撮影することができました。赤、ブドウ、そして標準色の30連、後ろの2両は無動力で、37号機の後ろには反射板が取り付けられてまして、とても異様な光景を見ることができました。はい、ということで見送りまして高崎駅のロータリーに戻ってきました。秋田総合車両センターへの入場ということですが、今後の動向が気になります。動きがあれば動画の方を撮っていきたいと思いますので、チャンネル登録の方よろしくお願いします。撮影を終了しまして、白鷹574号に乗車、東京方面へと向かいました。今回たくさんの方撮影をしていまして、うまく撮れませんでした。ということでこちらの動画そろそろ終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。